日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんを心より応援するポッドキャスト今日はお酒と語学学習についてはい今日も始まりました「日本語コンテッペイ」の時間ですえね、えー、僕の住んでいるスペイン ででは今夜ですねあねこれをねいつも聞いてくれてる人はちょっと今不思議に思ったかもしれない。というのが僕はですね普段この「日本語コンテッペ」を午前中に撮ってます。でも今日はですねちょっとスペシャル <laughs> スペシャルというかまあいろいろあって夜時間が空いたんですね。 はいなので今8時ぐらいです、ね、夜の8時ぐらいこれを撮ってますシャワーを浴びてですね、えー、ビールを開けてこれを撮っていますうん美味しいはい <laughs> ここでですね今日はお酒と語学学習についてね話していきたいと思いますとはいえどもですね今僕はビールを飲んでるんですけど、えー、ビールを あのお酒をねみんなにね飲めと言ってるわけではないです、えー。もちろん未成年の方は飲んだらダメです。ね未成年の方未成年っていうのは子供ですね。えー、まあ、もしくは大人じゃないっていうことですね。未成年ということはまあ、日本で言えば日本で言えばですね。まあ、これは国によって法律が違いますんでちょっとあの国によってね違うかもしれない。でも日本ではですね、えー、20歳以上はお酒を飲めます。 だから19歳はお酒飲めないんですね。18歳もダメですよ。もちろんそれ以下は全部ダメです。はい。日本だと20歳以上、20歳を超えないと、ね、お酒は二十歳から、ね、20歳を超えないとお酒を飲んではいけません。逆に言えばですね、20歳を超えたらお酒を飲んでもいいんですね。それがに日本です、ね。日本の法律では、20歳を超えたらお酒を飲んでもいい。ね、自由ですね。お酒に関しては自由。 えー、ただですね他の国、ね、皆さんが聞、えー、これを聞いてくれている国でねお酒があ法律で、えー、禁止されている国そういう国の人はね、えー、僕は言うことを真に受けないでください <laughs> 真に受けるというのは僕,の僕は言うことをねああそれじゃあお酒を飲もうと思わないでくださいね、えー、まずですね法律を守ってくださいじゃないとですねあの 皆さんの生活に支障がも日本語を勉強するためにあのまあこれからねこれから話すことは実はまあお酒を飲むこともまあいいんじゃないみたいな話なんでこれを聞いてですねああじゃあお酒飲もうってね飲んで警察に捕まったりとかねそういうことにならないようにまずご注意くださいねまず気をつけてくださいだから僕は今これから話すことは日本でですね日本で例えば。 日本でで今留学生,でね留学生で例えばえアメリカ人の留学生ねアメリカ人の留学生が日本で勉強しててねアメリカも日本もね両方の国でお酒は OK ですよね大人であれば二十歳以上であればだからえそのケースについいいて話したいと思いますねだからあのお酒が飲めない国の人ねはちょっと別ですねまこれを聞きたくない人もいるかもしれないんでそういう人は聞かなくても大丈夫です。 それでは今日のですね、えー、トピックにね入りますねちょっとビールを飲みますうんスペインのビール美味しいですね日本のビールも美味しいです、えー、でもスペインのビールも美味しいですね、えー、人によってはねドイツのビールが一番だとかねベルギーのじベルギーのビールが一番だとかね言う人もいるけど僕はね別にあのー まあほとんどの国まあそんなに全,全ての国のビールを飲んだことはないですけど美味しいと思いますよそれぞれまあ種類なんかこう味は違いますよねやっぱり日本のビールはですね例えばアサヒビールとか特にそうですけどちょっとねライトな軽いですよねはいまあサッポロビールとかはちょっともっとこう、うん、ドイツビールに近い少し近いうんでドイツビールはやっぱりちょっとこう重いですよね 僕,僕の感覚では、うん、ベルギーはまあものによるなものによるビールによりますよねあとハイネケンとかね、えー、あとはイギリスのビールもありますよねあとギネスとかねギネスあれはアイルランド、うん、美味しいですよそれぞれにそれぞれの良さがありますよね なんでこれはもうあの食べ物と同じでどこの国の食べ物もやっぱりおいしいしもちろんその比べるとですよあの違いがあるのでそのまあ例えば日本ではですねあの新鮮な魚がたくさんねあの手に入ります。なのでお刺身ね刺身を刺身とか寿司にしておいしい魚が多い。ででも国によよってはですよ 新鮮な魚が手に入らない国、ね、そこでお刺身を作ったりそこであのあのお寿司を作ってもあんまり美味しくないかもしれない、うん、だからそういう違いはありますでもそういう、ね、あの新鮮な魚が手に入らない国には大抵ですよ普通あのお肉が美味しい、ね、お肉料理が肉料理がおいしかったりするんですね例えば、ね、モンゴルとか モンゴルとか多分魚はねあんまり手に入らないもしくはものすごい高いと思いますでも僕モンゴル人のね友達がいるんですけど魚はすごい高いって言ってましたでもねやっぱり羊料理とか、うん、美味しいのが日本よりね全然羊の羊のお肉は美味しいと思いますよ、うん、だからまあそれ国によってですよそれぞれ、あのー、違いがありますからそれと同じようにビールも まあそれぞれの国のビールが違うね、えー。日本のビールはやっぱり日本食に合う気がします。<laughs> これは印象かもしれないんですけど、あのー、日本に行ってあの日本食を食べるときにあキリンのビールとかね、札幌ビールとか、朝日ビールとかね。あと沖縄県沖縄沖縄のビールでオリオンビールっていうのがあります。でやっぱ沖縄料理を食べるときにオリオンビールを頼むとやっぱりねこう しっくりくるしっくりくりるっていうのはなんかこう合う、ね、すごく合うっていう意味ですね、うん、なんかこう沖縄料理にオリオンビールはやっぱり合うような気がするんですね同じようにやっぱりこうドイツビールにはドイツ料理が合うだろうし、ね、イギリスのフィッシュチップスには <laughs> フィッシュチップスにはイギリスのビールが合うかもしれない、ね、アメリカの料理にはアメリカのビールがあるかもしれない、ね、それぞれやっぱり あのそういうの考えてね作ってると思いますからはいでビールの話をしばらくしましたけど、えー、今日はですね語学学習と、えー、アルコール <laughs> お酒について話したいと思います、えー、よくですね、えー、おまあ語学学習っていうかまあ例えば勉強をするのにお酒を飲むなんてまあ駄目と思うじゃないですか僕もですね基本的にはダメだと思います 基本的にはっていうのがまず第一前提として教科書を使って、ね、テキストを使ってテキストブックを使ってですよ、えー、問題を解いていくようなエクササイズがあって、ね、そういう問題を解いて読んで、ね、文章を読んでリーディング、ね、そして問題を解く、えー、そういうタイプのねこう、まあ、テストとかエグザムとかねそれに,そ,れにそのための勉強にはお酒は絶対向いてないお酒は絶対駄目です。 お酒を飲んで、えー、テストを受けたら普通点数ダメだと思いますね。もう途中で寝てしまうかもしれないし、もう集中できないですよね。うん。僕が言ってること、これ語学学習ね。語学学習にはいろいろなあのパートがありますよね。いろいろなタイプの語学学習があります。そうやって教科書を使って勉強するね。えー、普通の語学学校でやるような語学学習もあれば。 こういういね例えば日本語コンテッペイを聞くこれも語学学習です。ね、日本語コンテッペイを聞いて日本語を勉強するこれも語学学習。でお酒を飲んでね日本語コンテッペイを聞いても全然いいです。全然いい。はい。これについてねなぜかちょっと話してみたいと思います。というのがですね僕もスペイン語を聞いたり、ね、英語を聞いたりしますけどあのスペイン語や英語のねポッドキャストをたくさん聞きます。 リスニングのためにそしてそれをねまあ普通はまあ普通は昼間聴くんでこうあの掃除をしながらとかね聴くんですでもたまにですよお酒を飲んで飲みながら聴くこともあるんですねでまあビール1本ぐらいだと、まあ、まあそんなに変わらないかなでも例えばビール2本ビール3本ぐらいのるとこうねなんかこうぼーっとしてですねで僕は外歩くのが好きなんでちょっと変ですけど お酒を飲んだ後にねちょっと外を散歩したりするんですね夜外を散歩で散歩しながらあのポッドキャストを聞くんです、ね、もしね僕のこの日本語コンテッペをあをお酒を飲んだ後夜散歩しながら聞いてくれる人がいたらあの僕とね結構気が合うかもしれない <laughs> 気が合うかもしれない、ね、なんかこうお酒を飲んだ後こうボーっとしてね 坊っというねでもなんかこう気持ちがいいですよね。で外の風特に冬とか寒くて気持ちいいんですね。であんまりあんまり寒いところはちょっとあれですよ。でもまあ秋とかね秋ぐらいの風は気持ちがいい。でポッドキャストを聞く。そうするとねなんかね普段ね普段聞こえなかった単語が耳に入ってきたりあと普段ねあの気にしなかったような発音例えば発音ですよ。 発音とかがあのに意識が行く発音に意識が行くね発音に注意が行くようになるんですねそうするとなんかね普段とは違うような聞き方ができるうんまあ、僕たちのですね我々の脳ね脳頭ですね頭 b r a i ね脳がどういうふうに動いているのかそしてそのお酒がどういうふうにねその影響を与えるのかこれはよくわかりません。 ね、これはもうかなり複雑な話ですでもやっぱりね普段とは違ううんまあそれはそれでね面白いと思うんですね面白いで僕が言ってるのはお酒をたくさん飲めということではないです、ね、お酒を飲めということではない全然そういうことじゃないただですよ語学学習という長い道のり、ね、日本語学習というこの長い道のりを まああのストレスなくですね楽しく続けていくためにはまあ多少のねあのアルコール多少のお酒を飲んでも飲みながらでもやっていいんじゃないのって言ってるんですね、うん。だって楽しいじゃないですか普通ですねお酒を飲んだら勉強はできないです。例えば数数学学ととととととかかかか算ねねああはは物理そういうい 小説とかあの文章を書くのはちょっと分からないですけど、ねまあ、あの語学学習はですねお酒を飲みながらでもできる、ね、さっき言ったみたいに日本語コンテッペを聞くことができる、ね、お酒を飲みながらあとはお酒をちょっと飲みながら日本,語の、ね、あの日本のアニメを見たり日本のまん漫画を読むはちょっとやっぱ難しいかもしれない、ね、読むんででもアニメを見たりとか普段わ分からないのがもしかしたら分かるような気がするかもしれない。 うん、あともう一つですねもう一つ大事なのこれがですね、えー、お酒をを飲んで日本語を話すこれこれです会話、えー、これがでですすねよくく聞こことれは日本語だけじゃなくていろいろな外国語を勉強している人なら分かると思うんですけど普段ですねあんまりまだ、ね、まだ,まだこう自信がなくて。 自信ががななくてあまり話せなかった人が例えばお酒を飲んだとすごくねペラ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 っと外国語を話すまあもちろんねその勉強している外国語ですよ全然知らない外国語じゃなくて全あの普段ね勉強している外国語を話せるようになる、ね、いつもより話せるこういう経験こういう話をたくさん僕は聞いてます。 例えば、ね、日本人でも英語が全然できない人ね英語はダメとか言いながらですよとか言いながら居酒屋に行くと居酒屋にね外国人連れて行って一緒に飲むとなんかね英語結構喋ってる、うん、こういう経験が僕にもねたくさんありますこういうのこういうことを、ね、目撃した見たことがたくさんありますえー、日本にねもし留学している留学生で 20歳以上二十歳以上の人がいたらあのぜひですね他の日本人とあの居酒屋に行ってみてください、ね、居酒屋に行ってそして日本語を話してみてください。うん、留学生だけじゃなくても旅行者ね旅行者普段ねこれを聞いて日本語コンテッペを聞いて勉強を続けている人そして今度ね日本に行く機会がある人ぜひぜひ居酒屋に行って えー、日本人ととちょっと話してみてみくださいこれね日本人もあのお酒を飲むとねすごくね明るくなる人が多いそしてすごくね社交的になる人が多い、ね、社交的っていうのはあの他の人とねたくさん話したくなるね他の他人知らない人でもあのたくさん話をするそういう、ね、性格にコロッとねお酒を飲むとコロッとこう変わる日本人がすごい多いんです。 だからね、日本に初めて来た外国人は結構びっくりするんです。昼間ね昼間昼の間すごくこうシビアな顔をして、ね、真面目な顔をして仕事をしているジャパニーズビジネスマン、ね、サラリーマン,サラ,ーマンサラリーマンたちが夜、まあ、夜って言うもう本当と5時ぐらいから <laughs> まあ8時とかね9時ぐらいに居酒屋に行くとみんなねすごいニコニコしてる。 ニックニックしてね「お、oh, お how are you」みたいな、ねお「お前誰だよ」みたいなね「お前誰?」知らないけどこのこのこのおっさんね日本人のねそのこのなんかサラリーマンのおじさんなんかものすごいなんか絡んでくるなと、ね、絡むっていうのはこの「おうハワイおおおおおおおこっちこっちで一緒に飲もうよみたいなねこれがねひ,ひどいっていうかすごいのがあの花見の時ですね花見。 えー、4月四月ぐらいですね大体3月の終わりから4月ぐらい春になると日本では春になるとね、えー、チェリーブロッサム桜の木を見ながらお酒を飲むそういう習慣があります、ね、皆さんも知ってるかもしれない、ね、皆さんも経験したことがあるかもしれない、ね、もしくは YouTube とかで、ね、見てみてください、ね、チェリーブロッサムパーティー花見お花見、ね、花見です日本の花見で花見に行くとですよ あのー、も,もしねその時期にちょうど日本にい,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 いる人はぜひ行ってくださいぜひまずコンビニに行ってビールを買ってねまあ酎ハイでもいいんですよ酎ハイっていうのはこうちょっと甘い飲み物ですね甘いお酒ですで、あのー、缶,缶ビールを持ってね日本ではあの外で飲むの自由ですからねヨーロッパでは結構ダメな国が多いですけど日本は自由なんでそれを飲んで 飲みみながらね、あのー、お花見に行ってみてくださいそうするとねもう,もういろんな人が話しかけてきますよ「ああ」みたいな「ああ」「元気ー」みたいな、ねどこ「どこから来たの?ね」どこから「えー、アメリカ?」みたいな、ね「俺行ったことあるやラスベガス」とかね「どこから来たのどこから来たの?えー」「えバルセロナ?」「わいいなバルセロナ俺桜田ファミリア行ってみたい」とかね。 なんかいきなり、ね、みんな多分話してくるんです日本人が。うん、ですのでここで言ってることはお酒を飲むと、ね、もちろん皆さんのねこう日本語もいつもより少し、ね、話せるような気がする、ね、話せるようになるしそして、あのー、他の日本人日本人、ね、日本語を喋りたいその相手ですね日本人がお酒を飲むような場所に行けば 明るくく話してくれるんですね普段はなんかこうムーっとね日本人って難しいなーって思うじゃないですか日本人ってこうなんか気難しそうなんか真面目で退屈、ね、つまんないね全然笑わないとか言うじゃないですか東京の人特にね東京の人はなんかもう真面目で「居酒屋に行ってください」ね「バーに行ってください」全然いつもと違う、ね、イメージと違う日本人が、あのー、見れるはずです。 イメージと違う日本人に会えるはずです、ね、そこで皆さんも日本語を練習してくださいもうね日本人がもし酔っ払って話してるなんか「おーみたいな「もうその日本語はものすごい自然な日本語です、ね、教科書に書いてない日本語それを学ぶことができるのは実は居酒屋かもしれない実はバーかもしれない実は クラ,ブクラブはね、ちょっとね、うるさいからあの、音楽がうるさくて話せないんで、ちょっとあのクラブはやめた方がいいかもしれないですね。でも居酒屋とかバーであればね。でもね、居酒屋とかバーもあの外国人、日本人じゃない、ねあの、観光客が集まるようなところには行かないでくださいね。六本木とかのね。六本木のバーに行っても、日本人いないですから。ねえー、新宿とか渋谷、ね、その辺にあのたくさんあるんですよ。まあ、上野とかね。 うん、上野とかも、上野 <laughs> 新橋とか、ね、新橋、銀座の近く、あとはもう至る所に下北沢もあるし、高円寺、ね、吉祥寺、もう至る所もうどこでもあります、居酒屋はどこにでもある、品川にもあるし、ね、どこにでもあります横浜、もうどこでもいい、ねもう、もうどこでもいいんで行ってみてください、居酒屋に行って、こんにちは、ね、僕、日本語勉強してますって,言って。ね 日本語コンテッペイで日本語勉強しますって言ってみてください誰だよそれみたい、ね、はい、それでは皆さんまたチャオチャオアスタレオ乾杯